イタリア製のチラム店先に出された伝統的な陶器のチラム。アッサム州、ジョールハートチラムは、インドに起源を持つ、円錐形の筒状のパイプ、喫煙具である。大麻を喫煙するために用いられる。タバコの喫煙に用いるパイプやキセルとは異なり、手元の吸い口から火皿に当たる先端までは1、直線につながっている。伝統的には、 陶器で作られ、サドゥーラによって、少なくとも18世紀から使用されている。1960年代以降、シラムの文化は、ヒッピー文化を通して、インドから欧米へと広がった。伝統的には、ガンジャ、チャラスの喫煙に用いられる道具であるが、現代では、タバコやアヘンその他の麻薬の喫煙にも用いられている。シラムがいつ頃から使われるようになったのかは不明である。また、 インド人の発明なのか、あるいはムスリムの持ち込んだ水パイプの部品から発展したものなのかもわかっていない。もともとはインドは大陸北部の習慣であり、ネパールやウッタルプラデーシュなどでよく見られる。サドゥーとヨーギンの文化であり、宗教的儀式をバックグラウンドに持っている。グループで使用するものであり、その形状から一人で使用することは困難である。宗教的バックグラウンドは、 ヒッピー文化にも受け継がれており、喫煙の前には額に掲げて、ボンシャンカールと唱えることが作法であるとされる。シャンカールは芝神の別名である。苦行者にとってはチラムを用いた儀式は日課であり、修行者の模範たる芝に習う行為である。大麻は芝の好物であると考えられている。10から14センチくらいの長さで、先端から上部に向けて緩やかに直径が、 広がっているだけの極シンプルな筒である。先端から手頃な石を入れると下に行くほど細くなっているので当然石は途中で引っかかる。この石は吸い込んだ時に灰や燃えかすが口に入るのを防ぐ役割を持っており、パイプでいうスクリーンに当たる。つまり石から上の部分がパイプでいうところの火皿の役割を果たす。現代では市販のチラムストーンが用いられる場合も多い。 これはおおむね円錐型で、チラムの内径にぴったりはまる形状をしており、煙の通り道として穴が開いていたり、側面に溝が切られていたりする。伝統的なチラムは、素焼きや木で作られた安価なものであるが、近年は工芸品としての価値を持っており、装飾が施されたものも多い。フォークアート作家ダレルモーティマート作品。直径20センチメートルほどのパイプには、 姿勢の歴史と作者自らが呼ぶモチーフが刻まれている。作者のアトリエにてサリーラー線撮影チラムを用いてガンジャを喫煙する人。こカ方。パイプなどの他の喫煙方法と比べるとチラムの使用にはコツが必要である。パイプと比べて空気の流入量が多いため十分に灰を使い煙を吸い込む必要がある。タバコやパイプのように吹かすのではなく大きく。 一息で吸い込んだら隣の人へと渡し、それをグループの中で繰り返す。チラムに直接口をつけることはしない。これはチラムに限らない、インド特有の汚れの文化である。チラムを垂直になるようにし、片手の5本の指がすべて上に向くような形でチラムを包み込む。親指と人差し指の隙間、この隙間が吸い口になるのだが、この隙間を残しつつ、 もう一方の手でチラムを持った手を包み込むようにして、他の隙間を全て塞ぐ。両手が塞がるので誰かに火をつけてもらう必要がある。通常は、サファイと呼ばれる布が、チラムの吸い口側に当てられる。サファイは水で湿らされた状態で用いられ、これは吸い込んだ時に灰が口の中へ入るのを防ぐ、フィルターの役割を持っており、また煙を冷やす効果もある。 1960年代以降、旅行者、主にヒッピーによりチラムの文化は欧米に持ち込まれた。1960年代以降、装飾の施された竹のチラムは、アメリカ合衆国の民芸品となった。これら手作りのチラムは、サンフランシスコのヘイト・アシュベリーやニューヨークのクリニチ・ビレッジなどの街角にいて、アーティストにより手売りされている。これらアメリカの竹製のチラムは、 ボルネオの伝統的な竹のパイプのデザインに似ているが、火皿には、真鍮の電球の部品が流用されることが多い。ラスタファリズムの儀式にもチラムが用いられる。毎週の集会や祝日には、牛の角や木でできたチラムを用いた儀式が取り行われる。ラスタファリズムでは煙を冷やす目的で長い筒などが接続された状態で用いられることが多い。 また、水パイプと同じ仕組みを持ったチラムは、チャリースと呼ばれ、この後は、聖書の神名記に由来している。チラムを使用する前には、ジャーへの感謝と賞賛が、捧げられる。アルフレッドダンヒルによれば、アフリカにも、大麻の喫煙のため、時代を下ると、タバコの喫煙のために、チラム型の喫煙具を用いる文化があった。ウガンダでは、喫煙具としては、氷炭や、 動物の角がよく用いられたが、一方で、チラム型の喫煙具も存在した。ムテサオウのものは、最も有名なパイプの一つである。ありがとうございます。